観音堂、観音堂平面図高音寺は、大阪府貝塚市小積にある浄土宗の寺院。三号は、次元山。本尊は、阿弥陀如来。小積の釘無道と呼ばれる観音堂が有名である。国宝に指定されている観音堂は、元は観音寺と称し、高音寺とは別個の寺院であった。旧観音寺は、泉名所図へのような近世の文献には、小積観音とあり。 奈良時代の人気三年、行基による回帰と伝える古寺である。行基は、現在の大阪府堺市の出身で、奈良時代に佳境、灌えなどの社会事業を行い、民衆の支持を受けていたそうで、東大時代物の増立にも寄与している。行基の改装伝承を持つ寺は、奈良県西部から大阪府南部にかけて多数存在し、観音寺もその一つで、 行気混流四十九院の一つとされている。付近の地名を小泉というが、これは行基が多数の寺院を混流するにあたり、山から切り出してきた材木の集積場であったことに由来する地名であるという。平安時代初頭までに7動画欄が揃っていたが、室町時代に山梨や大内氏らの戦火に巻き込まれ大半の建物が消失する。安土桃山時代には、 観音寺は、寝頃寺の傘下にあったがために、天正13年、橋場秀吉による奇襲征伐で観音堂以外のほぼ全ての建物を焼失した。この際に仏像を薬師寺に沈めて焼失を免れたという逸話は、地元の人間には有名な話である。唯一陛下を逃れ現存する観音堂は、小積の釘無道と呼ばれ、 鎌倉時代の密教建築様式を伝える貴重な文化財として国宝の指定を受けている。なお、釘無道とは建築に採取釘を使用していないとの意味であるが、伝統工法の木組みを用いた舎樹建築では構造部分に釘を使用しないのは必ずしもこの道に限ったことではない。1889年に観音寺は観音堂を残して廃寺となった。 1903年、観音堂が特別保護建造物に指定された際は、寺院名を観察単に観音堂として指定された。その後、1914年、観音堂は高音寺に合併されることとなり、休憩大地は高音寺となった。観音堂はその本堂となって21世紀に至っている。高音寺は阿弥陀如来を本尊とする浄土宗寺院であるが、その由来、 早々年月などは不明である。ありがとうございます。